さて次の問題はテーマは、こう見るといろんな人がいろんな分野でいるんだけれども、とりあえず修士論文はあなたは何語で書くの？日本語。その後ジャーナルに書くとしたら何語で書くの？ジャーナル英語。英語で書く。じゃあもうどのジャーナルか決まってる？決まってない。でも英語で出すってことは、これ日本のジャーナルなの、海外のジャーナル？海外に。でも日本でも英語で書かないといけない部分はある。うん、あなた日本語で書いて日本語で出します。もう大体どの雑誌か決まってるの？おおよそ言ってもいい。まあ社会学評論か教育社会学研究か。あ、社会学系なの。社会学系の、うん、なんで日本語なの？日本語が書きやすいからです。書きやすい。僕は喋りやすいのと一緒だよ。あなたは何で英語で書く？他の論文が英語で書いてあるから。あ、あなたは何なの分野？教育行政学。行政学は英語なんだ。一部、うん、そうするとこれほら言葉の問題がここで出てくるんだよね。でこれほらこれはこの共同体は仲間だから、所属集団でもあるから、この人たちがどんな言語を使ってるかによって宛先違ってくるよね。宛先で使われる言語がね。であなたの場合はやっぱり日本語なんだよね。日本語書きやすいもんね。であなたの場合は英語なんだよね。難しい。あ、難しいけど英語なのね。うん、まあでもいいよね、うん、頑張れ。でもちろん中国語もあるかもしれないし、フランス語もあるかもしれないし、ドイツ語だってヨーロッパ語だけじゃなくて、それアラビア語だってあるかもしれないけど、とにかく何語で書くかっていうのは この中のこれを支えている言語と関係するよね。それから実は実際問題としてはこれも関係してくるよね。これ日本語のジャーナルに出すときには主に日本語の論文で大事なものを出してないとダメだもんね。ね。あなたはどんなテーマで研究してるの？予備校の研究してます。予備校の研究。そういうときは塚田守とかリファンするの？あ、します。英語で？あ、もっと日本語になってる。あ、日本語になってる。あ、そうか、ごめんなさい、知らなかった。あ、つまり予備校っていう日本の現象を研究していたら、まあ、これは先行研究というのは日本語がいっぱい出てきて、そして日本語ので出されるジャーナルに、まあ、多分社会学会に入っていて、日本社会学会に入ってて、教育社会学会に入ってて、まあ、このどちらかの雑誌に出すんだよね。であなたは国際ジャーナルっていうのは国際学会があるの？基本は教育行政なんですけど、うん、比較の方も扱うようになって。ああ、そうかそうか。なるほど。あ、じゃあ日本ではない国をやる可能性もあるし、メインは日本の方なんで、うんうん、メインの研究の基は絶対に日本語。なるほど。その場合は日本語でやる。お、言葉を使い分けるわけね。これさ、言葉のチョイスっていうのはさ結構さ大事なんで、この共同体の意識の中でも先行研究として何を扱うかも。でさ、まあさっきから悪いんだけどさ、僕の知り合いの2人のアメリカ人とイギリス人からまたピーターのとこ来ちゃうんだけど、ピーターは日本語と英語でどれぐらいの割合引用、あ、つまりそのレファレンス書くときに、あのレファレンスのリストの中で日本語が占める割合と英語で占める割合って大体どれぐらい？まあ英語で論文とか本を書くとどうですかね、7割が英語かな、うん、もしかしたら。でも3割は日本語だよね。僕はピーターよく知ってるから、ピーターちゃんと僕のも読んでくれてるし、あの日本語読めるからそうだけど、これジェレミーここで比較しちゃ悪いかな。何割ぐらい日本語と英語？何割、まあ最初、まあ、卒業したばかりの時には英語での論文9割以上かな。で、うん、今最近はもうちょっと増えてきた、増えてきた、日本語の専門研究。ほら
英語っていうリンガフランカでもういっぱいジャーナルが世界中にある人たちでも日本のことを研究していたら日本語の文献がどれだけ混じるかっていうのはさ差があるんだよね。これ日本人の人に聞いて、英語で書かない場合には日本語と外国語の文献の割合ってどれぐらいになるんだろうね。これも知ってる人がいたから聞いちゃおう。先生の声、いや日本の対象で書くときにはほぼ日本語で書きますし、で外国のことをやるときには外国のものをかなり含めるから多少違います、ね、うん、だからその宛先によって変えますよ、ね、やっぱり日本の読者を想定したときには多くの場合私の経験では見た上ですよ、見た目では外国の文献大体翻訳なんで、現地で読む人もいるけれども結構翻訳多いです。翻訳されたものを読んで海外の文献として使う。でもちろんその今の何人かの方に伺ったように、もうそれはもう皆さんもうね立派なすごい研究者の人たちばっかりですからね、使い分けるわけですよね。あとはねどうやって相手先によってこれをどうするか。でこれってさ日本の教育を研究するってことに対して今の言葉のチョイスとか、言葉のチョイスは言葉だけで終わらずにどういう先行研究を宛先としてリファーする対象として自分でこう境界っていうかその輪郭をそのアウトラインを作って、そしてその中に自分の研究を意味付けるかっていう時の意味付け方だって違ってくるよね。でもし学問というものが本当にユニバーサルで、例えばよく知らないけど物理学みたいな領域ではそんなことが起きるか、起きないよね。だってそれまあもうもともと多分英語でほとんど書くんでしょうけれども、それだけじゃなくてそこで分かってることは、分かったことは日本であろうとイギリスで分かろうと中国で分かろうとおそらく同じことが分かってるはずだって前提があったら、これは仮に日本語の文献でその発見があったとしたって、それはその先行研究の宛先として日本語で日本の社会科学の人たちが書いてる時とは意味が違うよね。これほら学問ってものが持ってる性格によって、この共同体の性格によって宛先が違った時に言語の違いっていうのが特に人文系や社会科学系になると、その中でさっきの物理学の例とは違った言葉の選択の意味があるってことだよ。